こべこ。べっこべこだよ、これ。開けるか。すげえな、このべっこべこ感。こっちが運転席かな？で、こっちが助手席？逆かな？こういうこと？ああ。ん？こういうことか。こうか。ああ、こうか。こうだね。こうだね。こっちが運転席で、こっちが助手席だね。あー、なんか、意外にいいんじゃないのかな。まあでも、こっち側は、表面はちゃんと凹凸部分の、このザラザラ感がある。わかるかな？そうね。この感質感だね。まあ、助手席はね、あんま変わんないんで、関係ないんで。まあ、揃ってっていう。ちょっとどうなんだろうね。靴履いた時に、どういう感じがするんだろうなっていう。っていうところですかね。これなんだろうね、ここ。アクセルの下だと思うんだけど。ではね、この2つをね、装着していきたいと思います。ちょっと揺れるよね。でもこれ外せないからな。こんな感じかな。取るとして、これない方が滑りがいいのかな、収まりがいいのかな。あ、ない方が全然収まりがいいわ。向こう側もない方が収まりがいいのかな。内側も収まりが悪いんで、一旦これ外すか。なしで見てみます。こいつが邪魔なんだな。これどう、これどうにかだなんのかな。そう。これは収まりがいいね。これ、取りたいね。取れないのかな。でも取らん方がいいよね。こうかな。どうだろう。悪くはない。
ないとダメだったっていう、この穴受けをすればぴったりくっつきます。